アベマトーナメント、禁じ手を発動する。に対するネット民の反応。アベマトーナメント2024、予選リーグがいよいよスタートするも、対局中に CM が差し込まれる事態に。CM あるんかい。CM 入れるのか。ちょい悪 CM 来た。試合中に CM はないわ。対局中に CM 入れるのはな。これは冷めるな。対局中に CM って、今までなかったような気がする。先週もそうだったよ。そうなんだ。先週見るの忘れてた。長時間対局ならわかるけど、フィッシャーの対局中はなえるね。ますます見る人が減りそう。フィッシャーの対局中に CM 入るとめちゃくちゃ味が悪いな。テンポもリズムも狂いまくり。控え室のカットインが多いってことは控え室動画もなくなるんじゃないかこれ。チーム動画、なし。副リーダー決め対局動画、多分なし。チーム内最強決め対局動画、多分なし。決定局控え室動画、あるかどうか微妙。もうね、アベマに金もやる気もないでしょ。CM の入れ方だけでこんなに見る気が失せるとは思わんかったわ。意見として対局中の CM はやめてほしいって送っといた。プレミアム入ってるし聞き入れてほしいところ。アベマは経営が苦しいんだろう。無料で見られるのは今年までかな。対局中の方がトイレとかに行かずに CM 見てくれるからな。藤井が出てもフィッシャーの非公式戦だと視聴者少なすぎて大赤字だろうから仕方ない。やはり囲碁将棋チャンネルに将棋番組を集めてペーパービューで見る文化を作らないとダメだな。でも広告の入れ方は視聴者が逃げるだけで逆効果だろう。対局中に CM を入れる。まさに禁断の一手。自分はもう見ないかな。せめて本戦はチーム動画欲しいな。対局中に CM だけは絶対しないと思ってたんだけどな。CM 張り付いて見てないと突然 CM 後再開するから盤面いつの間にか進んでるし。アベマさん聞こえますか？ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。